僕らはですね、確かに野球、アニアと僕らは野球やってきましたけど、プロ野球 OB クラブは野球にあんまり固執せずにですね、スポーツ全般を、それこそ J リーグの理念と一緒ですよ、スポーツ大きなカテゴリーで、なんかこう子供たちを健康に元気に、あるいはその僕らその年寄りですからあんまりこのとこ言いたくないんですけど、なんか礼儀節度とかね、縦社会とか、なんかこう忘れてきてるようなものをスポーツを通じて、なんかこういったものをこう我々が受け継がれてきていいものを残していきたいなと思ってますんで、なんかその辺大きなカテゴリーで、スポーツってカテゴリーでやってもらいたいなと思って、僕提案なんですけど、この所沢地区とかこの辺で、両方の会社によってなんか大運動会やってもらえないですかね。大運動会、はい、だから少子化になってるんですよ、少子化になっていわゆるその競技人口も減っていくわけですよね、野球サッカーとか、いや僕たちも野球の石毛じゃなしに、サッカーの誰々じゃなしに、野球もやってラグビーもやってサッカーもやって、一人の子供が若者が2つ3つの競技やらないと競技人口減ってしまうわけですよ。で案外松沼アニアンが野球やったけど、いやアニアン野球よりゴルフがいいんじゃないのとか実際あるかも分かりませんし、今実際スポーツって世界ランクになってんですよ、日本国内じゃないんですよね、世界に通用する人間を日本のそのスポーツ界から排出していかないと、なんかグローバルの中において日本だけがなんか埋没してしまうような傾向がありますから、どうかそういった皆さんのそのメジャーズ生命と山田うどんで、まず所沢地区で全小学校の全中学集めて大運動会やってみるよみたいな、そんな大きなアドバイスをあげてやってもらいたいなと思いますけどね。先ほどお話ございましたとおり、このうどん、お子様と一緒にこうこねて作って食育っていうお話もございますし、我々もちょうどこの新1年生が安心マークで黄色いワッペンっていうのをずっと弊社とあと複数社でずっとサポートしてきている非常に息の長いものなんですが、子どもにこう非常にこうスポット当ててますので、先ほどのお話でその子どもがやっぱり小さい頃からいろんなスポーツに勤しむような、なんかそういう環境が提供できればですね、いろんな展開のところが面白みは感じますよね。で僕は山田社長ね、もう昭和10年に始めたんですよね、そうです。でその僕は歴史があると思うんですよ。食育も兼ねて子供持ってって学校に行ってですね、いや、皆さんちょっとうどんのことを話をしますねって、ついでにこういう歴史があるんですよ、うちの会社だって、こういうふうに成り合いやってまいりましたと、今現在こうですと、その当時の所沢はこういう例えば建物がありました、なんかね映像とかなんか用意してこういう服装でした、で、食の文化こんなものを食べてましたとか、お茶もありましたみたいな、そんなことをなんかこう地元の子どもたちにですね、自分たちが住んでいる土地の歴史あるいはその今までの過程をね、僕はその職員を通じて教えてもらいたいなと思うんですよね、そういうの簡単じゃないですか、ダメなんですかね、それは学校のそれは理解協力も必要かもわかりませんけど、だから僕らもね、僕もアニアンもいろんな土地土地で観光大使のものを仰せつかってるんですよ。で観光大使って、僕は千葉県の出身ですけど、例えば映画って愛媛行って四国アイランドリーグを立ち上げて、四国の観光大使やったりしました。だからよそ者が観光大使やるんじゃなしに、地元の子どもたちに地元の歴史を知ってもらって、地元の産業とか成り合いを知ってもらって、俺の町にはこんないいものがある、こんないい歴史がある、こんないい食べ物があるんだ、お前ら来いよみたいな、地元の子どもたちがなんか観光大使になって、東京では大阪では福岡だ、いろんなところ行って、その子供たちがその友達を引き連れて所沢に埼玉に帰ってくるっていう、そういったものが一番なんか手っ取り早いに決してならないんですよね。だからその自分の子供たちが自分の住んでるとか知らないと、僕はダメだと思うんですよ。そういうきっかけを作っていただいて、なんかそれはなんかできそうな気がするんですけどね、はい、実際ですね、市長のところ教育委員長ともう面談はしてですね、ちょっとこれを宣伝したあれはあったんですが、コロナっていうあれもあって、あと学校の教育のカリキュラムっていうのがガチッて決められちゃってるようなんですね、来年以降の課題ですねって、市長もそういうふうにおっしゃって、
だから、まあ僕市長も知ってますけどね、野球もいろいろ応援してもらってますけど、なんか今までがこうだから、いやいや今までのもう通例か慣例が通用しないことになってるんで、それをどん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 取っ払って、こんなことやろうあんなことやろうってやっていかないと、もう後手後手、みんなコロナ禍だからどうのこうのって、なんかそこでなんかアクションを止めてるような気にならないんですね。野球界にとっては一番嫌いなことですね、そういうこと。僕一緒に言ってきますから。あれですよね、川口チアマンがね、ジャイアン立ち上げの時に言ってましたよね。はい、そうです、そうです。はい、時期尚早みたいなことはふざけた話ですしね。うん、100年経っても時期尚早と言ってね。そうです。うんうん、もうそういうマインドが現れるんで、僕はちょっと期待したいですね。はい、あの僕らもこの YouTube を見ながら、野球を通じて、うん、まあ、ところに僕とアニアンは所沢の西武ライオンズの OB なんで、そこら辺からこういろいろとこう発信していきたいと思います。最近の分かりません会社の若手社員はどうですか、はい、急にすいません。あのやっぱり我々が多分、まあ、アニアンもそうですけど、まあ、育った時の環境とは随分今は変わってきてますんで、私もずっと野球やってたんで、はい、今水飲むなの世界で鍛えられてきましたけれども、今あの環境は本当に良くなってきてて、でその今の環境を生かしながら真面目にコツコツと一生懸命仕事をする若者が非常に増えてきているような気はします。そうなんですか、はい、なんか物足んなそうな顔してますけどね。ここでなかなか微妙な発言は難しい。いや、そんなことない。あのただやっぱりその大きな夢とかですね、目標っていうことを問いかけると若干ふにゃふにゃふにゃっとなるような人たちの戦慄は増えているかもしれないっていうのはありますね。でもそれってでも実は我々の方もなんかすごく今時代の流れにこう負けちゃってて、先ほどのように時期尚早とかっていうような話になったりとかで、ついついアグレッシブにいかなきゃいけないような時に消極的になったりしているようなのが自分たちにあるんじゃないか、実は私最近反省はしてまして、うん、なのでいろんな場面でこんなことやろうよ、こんなことやったら面白いんじゃないのみたいな夢とか目標を、まあ、ちょっと風呂敷広げるような感じでやれると、先ほどのようなじゃあ大運動会やってみようよってなった時に、うん、じゃあ具体的に始めないと多分何もスタートできないので、まあ、そういうのは必要なのかなと思って、でそれは逆に彼らは非常に真面目で一生懸命に若者をやりますんで、はいはい、そういう夢を我々語ってあげるとですね、プロジェクトも動き始めるんじゃないかなというふうなふうには思っております。これはあの正直に思っています。どうですか、若い人、若手、こんなことあれですけど、確かに昔ほどこうなんですかね、ガツガツというか出世欲とか、うん、そういうのは少し引いてるかなっていうのは感じはしますが、うんうんうん、まあ、一方で自分のなんですか、自分を持っていると言いますか、価値観の違いと言いますか、うん、まあ、そのプライベートだったり、はい、休みだったり、はい、まあ、我々は昔そういう感覚を少しちょっと今までなかった感じなんですが、今はやっぱライフワークバランスじゃないですけども、でもなんか褒めればちゃんと反応してくれますし、うん、なんかやっぱり昔よりも褒めて伸ばすっていうのがこう重要になってきてるなっていう感じがしますね。なんか皆さんなんか奥歯になんか使う挟まったような物言い方で、なんかね、あの例えば今はね、そのなんですか、塾とか学習塾が頻繁にみんな行くようになって、その優秀な読み書きそろばんの優秀な子供が多くなりましたけど、案外こういい教育、いい大学、いい企業とか行って案外すぐ辞めてしまうような離職率が早いとか言うじゃないですか。で僕らもね、野球界でそういうの見てる子供たち見てるんですけど、いわゆるその野球の監督コーチも叱らないんですよ。おいこれバカ野郎って言ったら泣くようなやつがたくさんいるし、後出さする後出さするやつもいるんですよ。そういう面ではその親に叱られたことない、怒られたことない、先生にどうのこうのって、多分、ね、そういう免疫がないままそういう社会に出てっていきなりなんだこれはなったらじゃないかって言ったらそこで会社辞めてしまうとかね、なんかそういう免疫作りは我々野球界やスポーツ界の、まあ、仕事なのかなと思ってるんですよ。で OB クラブは今中学校の野球部にフォーカスして部活の外部指導員的にこう野球の技術を教えるようなことが今入ってるんですね。でこれはやらせてもらったんですけど、あの子供たちにね、そんな話僕なんか俺外部指導員だからお前たち殴るのが何しろ関係ねえからなって覚悟してこいよって言うと、おこの大人違うなみたいな、うん、おじゃあ真剣にやろうかなみたいな、
かかってくるんですよ。あ、伝え方次第で今の子どもたちもちょっと違うのかな、若者も違うのかなっていう気がして、いや、スポーツ界ではそういう縦社会とか、ちゃんと持って社会に出てほしいなって教育してきますから、はい、どうぞ皆さん、一般社会の中で、なんかそういう、明治安田生命はこういう会社なんだよ、お前ら、覚悟してこいよみたいな、そういうのあってもいいような気がするんですけどね。うんうん、山田社長は、今の若者に自分で忖度してると、そういう意識ありますか？あるんじゃない。あるんじゃないですかね。あのここに若手の教育というのは樋口はじめ、はい、あのうちの役員幹部の方が責任を持ってやってもらってますのでね、はい、その辺のあれを私は報告を受けるとか そういう感じだけなんですけど、はいはい、でもやっぱり自分たちの若い時とは感覚というか考え方は違うなというようなものはあるんですけどね。なんか心配そうですね。俺たちが作った会社はこの若手に委ねて大丈夫かみたいな、そういうふうに感じがしますけど、おい秀吉ほんと厳しくやっとけとか言うないんですかそれ僕なんかね、今マスコミがうるさすぎるじゃないですか。で、全てマスコミが書き上げてモンスターなんとかクレーマーが多くいるような気がするじゃないですか。で、僕なんかは10人いたらクレーマーなんて1人か2人くらいで、残りの8割か9割はまともな人がたくさんいると思いらっしゃるんですよと思うんです。で、その方々が賢い部、かどうかわかりますけど、まあ、あんまりこう、いいやいいや、そんなの相手しなくてもいいやっていう。で、1割か2割のクレーマーがガーッと大きな言う、それをマスコミが取り上げて、あたかも多いに気がするけど、実際はそんなことないんじゃないのかなと思ってまして、だからこれから僕は、この8割、9割のまともな方が、そうじゃないぞ、お前らこうだぞってこうちょっと言っていかないと、日本人の培ってきたいい気質が、なんか考え方、倫理観がなんか薄れてしまうような、そういう危機感はあるんですけどね。僕はもう迫力ある経営者とか、迫力ある先生だとか、迫力ある上司だとか、なんかそういう出現が今の時代僕ら欲しいかなっていう気がしてならないんですけどね。どうですか。やっぱり一つ一つのことに我々がやっぱりどれぐらい本気なのかはやっぱり若者たちもみんな見てるんだと思うんですよね。でその本気度が感じられれば多少の厳しさや ある意味で仕事の大変さも乗り越えてくるんだろうなと思っているので、やっぱり我々の、上に立つ者の姿勢は石毛さんおっしゃるように、言葉は別ですけども言葉は以上なんですけど、でもやっぱりしっかりと指導をする、仕事は厳しいものなのだというふうなことを理解させる、そのステップが大切なんだなというふうに思いますね。昔は多分おそらくそれちょっと暴力的な言葉を使っても世の中としては許される風潮あったかもしれませんが、今さすがにそこは難しいですね。難しいですか。そこはちょっと。いや我々野球界は。だけど昔の野球の監督とか、今絶対通用しない時代になってしまったでしょ。はい、ちょっとうるさいこと言った、ちょっと叩いた、はい、もうこれもう絶対ダメじゃないですか今。僕らの時代っていうのは、もうバットを持って監督歩いてて追っかけ回されて叩かれてるわけですよね。でこっちはもう嫌な思いしてるけど、何クソっていう気持ちがあるわけですよね。でも今叩いて何クソっていうよりもお母さんに言いつけてやるっていう方が先に立っちゃうと思うんですよね。それは俺おじいちゃんがいて親父がいて自分がいて伝えようとすると全部弾かれちゃうんですよ子供たちに。子供っていうか女房にもそうですけど、昔の人間だからダメだって言われるんですけど、でももうちょっとだけ行きたいとこだよね。確かに投げちゃいけないと思ってます。でも昔は体罰も逆に愛の無知もなかったんです。愛の無知もなかったんですよ、全て教育と指導で僕らはやられてきましたから。愛の無知はあったでしょう。いやそれは時を経て僕らの恩師が、あの時は本当に憎くて僕殴ったでしょ、それバカ野郎愛の無知だったんだよ嘘言えみたいなふうに言いましたけど、でも僕は今でも体罰とかそういった言葉はスポーツ界からなくしたいなと思ってんですね。指導者の先生方の熱い思いっていうのは
なんか僕は人間である前の動物には僕は必ず気づいてくれるんではなかろうかなと思ってるんですね。だから理想としては、例えば僕がまあ中畑という人間を殴ったと、でうちに顔を晴らして帰ったら、どうしたんだ、本当に殴られたか、よしと言って行くんじゃなしに、親父行かないでくれと、俺が悪かったんだから、石井監督が悪くないんじゃ、そういった生徒をまあ作りたい、生み出したいなとは思ってますね、だからあの今ね、こういうモバイルができて、いろんなタブレットがあって、その自分の好き嫌いで自分の好きな時間にいろんな世界の仲間と通じ合えるじゃないですか。こういう横の僕はつながりがすごいあると思うんですね、横のネットワークは、だけどさっき言ったように、じゃあ日本の歴史って何って、昔はどうだったって、先人はどんなことやってたの、過去はどうだったの、それを今現在分かって未来にどうやってつなげていこうかという、だから横だけのつながり、今だけじゃなし、もう縦軸をこうこう知らしめる大人たちがいないと、なんか今の若者おかしくなってしまうのかなっていう。あとはぜはぜ、ひはひで、いいものはいい、悪いものは悪いと伝えていかないと、今の子供たちのそのいい悪いの判断の尺度がですね、なんかずれてきちゃうのかなっていう、これだけ世界がわけのわからん時代になってきて、国連が機能しない時代になってきてですよ、そういった日本人の持つ倫理観モラル観は多分世界に輸出できるようなものでいいのかなって気がするんですね。それを僕たちはスポーツ界、野球界で、なんとか、若者には伝え残していきますから、皆さんはなんかこう会社で組織でなんかそういった会社のなんかいろんな決まりの中で、なんかこう若者とかなんか部下の教育もしてほしいかなと思うんですけどね。地域貢献か。アニャ、西武ライオンズ、もう40年くらいの歴史になりますけど、西武ライオンズは相当勝ってきましたよね。西武ライオンズは所沢に応援されてきたんでしょうかね。もちろんそうでしょう。あのクラウンライターライオンズから所沢に来た、所沢に来たんだから、だからその時のライオンズと所沢の人たちのあの一体感っていうのはやっぱりすごいものがあったと思うんですよね。あのライオンズの帽子を歩いてたら子供が全員かぶってたっていう時代ですよね。今はほとんど見かけないですけど、そうなんですか。あまりライオンズの帽子かぶってるそんなにいないでしょ。あれだって学校に行く時の制帽みたいになってたんだからね。確かに。そう、すごかったの。先生方びっくりしましたっすね。そうそうそう。はい、だからそういうあのライオンズの帽子をかぶってみんながあの堂々と地元の球団だっていうことをこう伝えてくれたわけですよね。それに僕らがあの答えてるんですけども、だから子どもの表情っていうのはすごくいいものがありますよね。だからもう本当にサインちょっと疲れてるからしたくないけどもって言っても、子どもにお願いって言われるとせざるを得ないじゃん。でもしたことによって子供たちがずっとこう思ってるわけですよね。あの時してもらった、松島さんしてくれなかった、全部思ってるんですよね。しなかったの。いや、できない状況があるのよ、やっぱり。家にピンポンピンポン来られてあの今ファンブックでも何でも住所とか書いてないですけど、当時はメーカーには全部住所書いてあったんですよね。だから来ようと思えばみんな来れたわけですよね。それが結構あの頻繁だった。特に僕はあの1年目活躍しちゃったもんですから、はい、あのマンションまで来てサインできなかったりとかいなかったりすると、家の壁に書くわけですよ、みんながね、サインください。いれば書くけど、いないんだからしょうがないっていう感じで、でもだって一生懸命やってくれてるんで、そのいたずら書きに関してもそんなにあの腹は立たないですよね。だから一生懸命してくれる、応援してくれるっていうのはやっぱり素晴らしいと思うんですよね。僕らが来た時は何でしょうかね、そこで優勝して所沢行ってもなんかあんまり、それからなんかはっきり言うと西武ライオンズもなんだよ、所沢どうなんだよみたいな、で浦和でしたっけ、県庁はね、県庁にも行きましたけど、
なんか所沢で西武ライオンズが来て勝ったら優勝しておめでとうけど、もう根は巨人ファンが多いなと思ってましたけど。そうでしょ。そうですか。はい、そうなんですよ。はい、我々が野球始めたのは。それはしょうがないよね。新生の西武ライオンズだからさ。だけど、ジャイアンツファンだよ。球団も。アニアもそれ、僕も巨人ファンだよ。そうでしょ。だって子供の頃はみんなジャイアンツ帽子かぶってたんだから。その帽子がライオンズの帽子になっただけですごく嬉しいよ、ね。そうだよね。うちが巨人を破ったりして、うん、だん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 所沢にミストがあって、うん、そうすると所沢の市役所も埼玉県も違ってきて、それで多分球団と埼玉県所沢が打ち解けて、なんか今はすごい細かいいろんなファンサービスもしてくれてますよね。だからそれがまあ地域貢献なのか分かりませんけど、とりあえず埼玉西武ライオンズはなんか地元の子供たちにとってはその少年野球教室はこまめにやってくれてるみたいだし、いろんなイベントもやってくれてるみたいだし、だからそのイベントではね、皆さんの明治や佐世保で山田君の協力をいただきながら、もっともっとなんかできそうな気がするんですけどね。球団に掛け合ったらさ、僕らも子供相手に講演したりキャッチボールするじゃないですか。その時に山田うどんさんが後ろにいると、子供たち多分張り切ってると思うんですよね。でそういうのは多分球団に一言言えば分かりましたっていうこともあるかもしれないですよね。だやっぱりこまめにその気になっていかないとね。西武ライオンズ対談した若い人間が、地元で野球教室アカデミーもやってますし、野球室も行くんですよ。でそういった、例えば埼玉西武ライオンズユニフォームの下に山田うどんというね、なんかロゴを入れていただいて、参加、少年の子供たちには終わったらうどん食えるよみたいなね、なんかいろんな、アピールの仕方は協賛できるはずなんですけどね。明治安田さんにはサッカーですから、サッカーどんどんサッカー少年を応援していただいて、いいんです、いいんですよ、はい、いいんです、いいんです、はい、スポーツ全体は先ほどお話した通りですけど、やっぱり地元の元気プロジェクトという中で、やっぱり地元に根ざすっていうのが我々ですごく大切だと思ってまして、かつその地元の人たちが愛しているものとかっていうのがいくつもあると思うんですけど、はい、地域地域によって違いがありますんで、はい、いろいろやっぱお話を聞いていると、山田うどんという一つのブランドだったり、西武ライオンズという一つのブランドをやっぱ埼玉県西部地域の人たちは愛している方が非常に多いなというふうな、そういう気持ちもあって、今回は本当にお声掛けもさせていただいたり、なんで昨年埼玉に本部を立ち上げたんですか。これは会社としてもですね、はい、これから人口減少社会の中で、はい、やっぱりよりその現場に近いところでしっかりとお客様と接点を持っていこうと、その中から新しいものが生まれていくだろうという考えのもとで、今までですと東京で、ある意味では中心的な存在のいろんな取り組みをしてたのを、各地域地域に今は7つなんですけども、全国でですね、7つの本部を立ち上げて、そこからその非常に地元のところですね、根付いていこうというような、そんな考え方ですね。これは他の会社ではなかなかないような取り組みで、明治生命としては、この健康と地元という、ここを意識してやるためにはより近いところに行きたいと、その思いですね。ほら、今西武も結構外資がいろいろ来てるじゃないですか。はい、はい、で僕らは古いから、例えば明治安田生命とか日本生命だとか大地生命さんとか、そういったおばちゃんですよね、来ていただければありがたいなと思うんですよ、でも僕はそれはね、絶対続けてほしいなと思ってるんですよ、ね、僕らはましてこんなタブレット使えないですからね、来ていただいてちゃんと名前書いてさ、年に1回のおばちゃんとの出会いね、毎年1月だったかな、なんか、そういった日本人の持つ特有質な、そんな気質をうまくこう、こうやっぱり利用してほしいって言ったらあれだけど、ちゃんと分かってほしいかなと思います ね、 そうですね、コロナでどうしてもデジタルが進んではいますけれども、そこにこう偏りすぎずに、今までのアナログのフェイス2フェイスとデジタルのいいところを組み合わせながらやっていくのが多分大切なのかなとは思ってますね。これ山田さんもこれもっともっと埼玉から発信して全国にもっともっとコマーシャル、これライオンズ選手にやって、お前ら配ってこいよみたいな、これ絶対親子の会話とか、じいさんと孫、
じいさんの唯一なんか自慢できるものになるような気がするんですよね。あのこういうことやらないですもんね大体が、うん、おじいちゃんと一緒にちょっとうどん作るぞなんて言ったらね、うん、多分最初はいやいやでも多分ハマると思うんですよね。そこはやっぱり行きたいですね、はい、購入してくださる方はそういうじいちゃんばあちゃんが孫にプレゼントっていうパターンが一番多いみたいですね、はい、そうですね、はい、絶対ですよね、はい。なんかここに例えばライオンズ選手のなんかベースボールカードを入れるとか、なんかないですかね。いいですね。昔カルビーだったじゃないですか。今もあるけど。あ、今もあるの。ライトチップですね。そんなのいいんじゃないですか。それで OB クラブでやるってどう？ちょっと後でじゃあ部長後で。トラックにも積んでいます。もの自体は絶対にこうみんな欲しがるものじゃない。うん、だそれに。僕らがさ、少し貢献できる、ね、はい、ところを選ばんの。我々埼玉ライオンズ OB の写真入れてもいいですね。これ食って元気ですみたいな、はい、老後高橋区生きてます、その健康で生きてますみたいな、うん、健康でいたいからね、うん、もっとなんかいろいろね、商品開発していただいて、うん、これライオンズになるとこの球団絡んできちゃうからね、うん、その球団をこううまく取り込んで、だからかなりあのお店を球場の中に入れてもらって、うどんを、うどん入ってないですよね今山田は。はい、入ってないです。それを入れて横にこれを入れると、親子の観戦ってすごく今野球観戦してるじゃないですか。でパパ買ってとかですね、そう家帰って二度楽しめるわけですね。一緒に親子で野球を見て家帰ってうどんを作る、これいいと思うな。ジェニケーナー作りましょう。パッケージ変えりゃいいんですから、うん、まあ、当然球団に言って、これライオンズカラーでもいいし巨人カラーでもいいし、いいんじゃないですかね。いいと思うね。どこにでもいるんですから、12球団ファンは、うんうん、うどんが家で作れるなんていうのはさ、考えもしないじゃん。ですよね、うん、よし、これじゃあ OB クラブの CT 事業に考えましょうか。年を取ってさ、蕎麦屋でもやるかって、うん、じいさんがやるのと違うもん。本当にもんね、男親がやる、うんうん、まあ母親でもいいんだけどね、うん、この写真なんて最高でしょ。ちっちゃい子がだ、顔が出ないから、はい、それはおばあちゃんなのかもしれないしお母さんのかもしれない。社長、これはこの矢印の銘はこれずっとですけど、はい、これはこのロゴは どこからどういうふうに出てきたんですか。はい、これは元はといえば今矢印の上で登場してるんですけど、かかしなんです。あ、かかし、はい、はい、かかし。それで同様で小学校の頃習ったと思うのが山田の中の一本足のかかしと、はい、あ、はいはいはい、そういう単純な発想なんですよ。企業からなんかそういうロゴのあれから単純でいいですね。大好きそういうの。もうシンプルが一番いいって。うん、うん、やっぱりこうね、矢印でバランスも必要だし、うん、野球教室でこれ教えるよね。野球はバランスが大事だっつってね。本当です。山田うどん食って、はい、人間の生き方も縦と横のバランスが大事なんですよ。はい、そしてじゃあこれちょっとこれ OB グラブで考えましょう。これ絶対だと思うよね、うん、どこにでも食えるんだもんね。どこに行っても作れるし食えるし、うん、分かった。これはじゃあコーヒーからで持ち帰って商品化にします。地域貢献なのかどうかわかんないけど、全国野球教室があるじゃない。そうだよね。5月にですね、47都道府県一斉に少年少女野球教室やるんですよ、はい、5月いっぱい、はいはい、で OB が400人くらいこう40ズバッと入ってきますから、はいはい、これなんかこうなんかもらってね、うん、そう、ねキャッチボール大会、あの、おう、よく頑張った人間に、はい、これを、みたいな。まあ、今年は、ちょっと、時間的には無理かもわかんないですけど、はい、もう来年にはね。じゃあ、あの、ね、もう歴史にある創業、昭和10年から立ち上げた山田うどんさん、そして、よし、新たな、その、都庁を目指して去年来て、その埼玉所沢で、なんか一旗あげようという、明治安田生命と。この二方のコラボによって、うん、埼玉県のスポーツ界が盛り上がって、子どもたちが盛り上がって元気になって、まあ、皆さんも
じいちゃんばあちゃんも元気になって、我々も元気になって、そう我々は違ったことで勝負して、はい、みんなでウィンウィンになるように頑張りましょう、皆さん。頑張りましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。